それではですね、2級土木施工管理技士の、ね、まあ、二次検定の、まあ、受験のガイダンスと、それから学び方ということについて説明をしておくことにいたしましょう。そうするとですね、まずこれは基本的なので、ざっと読んでいただいて、学習された後のことなんですけども、一応総まとめとして、まあ、5日間で学習できるようにしましょうということで、まあ、基本的な知識がある程度身について、ざっと読んでいただいた後のこの総まとめとして5日間でまとめていこうと、まあ、こういう形になってるわけですね。で、今年ですね、経験規律というのがね、少し変わるということが報道されてるわけですよ。で、それについてですね、この後ですね、別の時間を少し置いてからですね、動画を上げて、そしてその対策をですね、示しておりますね、ということで、それは完全に当たるかどうか分かりませんけども、何もしないよりいいだろうということで、経験規律の書き方等についてですね、提案をしてありますので、まあ、それを、まあ、学習していただくということ。ただその時前提として、まずこの今まで5年度までの問題をまずやっていただくと、その後やった方がいいですね。だから5年度までの過去問をよく理解しないで、さらに新しいのって難しいですから、まず過去問をしっかりやった後、この対策を読んでくださいね、ということになります。そして、まあ、それは経験規律の問題ですね。で、ここではですね、まずその動画を見ていただいてね、そして、まあ、経験規律の練習だとかさね、そういうところは、この辺のところ変わってきたんですね。内容が少しね、どういう、今年は変わってきた、対策を示してありますので、こっち側についても、ただ一応今回はここを学習したのって、こう対策へ行くという形になりますので、まずこれをある程度読んでいただく。あまり深く読み込まなくてもいいですね。変わりますからね、ということになります。実は2日間で、まあ、ここでは学習することになっております。一応だから、このルールに従ってやっていただくと、こうですね。それからその1日間でね、二次検定の要点がである、ね、一括要約リストというのを作ってるんですよ。で、これは10年間ですね、過去10年間出た問題みんなまとめて書いてあって、何が出たのと、今年何を覚えたらいいのというのを、この一括要領のところですね、問題の2番、これ問題が1番なんですけど、全部で9個あるんですけども、2番から8番まで全部過去問をちゃんと整理してありますので、それをやる。で、これを学習した後ですね、本テキストに帰って、まあ、学習するということでね、まあ、そういうことは大事ですよと。それからあと2日間でですね、模擬試験ありますので、まあ、こういうことはまあ出るかもしれませんよということが、練習として載ってありますので、まあ、これもしっかりとやっていきます。まあ、これはかなり近い問題も出ますので、しっかりと学習してくださいね。ということで、合計5日間で、まあ、総まとめとしてできますよということでね、まあ、その前に少し準備して勉強しなきゃいけませんよということです。はい、行きましょう。そうしますと、この受験ガイダンスなんですけども、これはいいですね。もう皆さんも試験をですね、申し込まれて、そして一次検定のとき試験の実施、ここ二次検定ですね。ということで、ここで試験を受けられるわけですけども、まあ、ここで、受けられるということになります。ですから、日にちをだから間違えないよね。ということで、これは、時々日にち変更になることがあるので、ね、受験費をよく見て、間違いなく言ってくださいね。ということです。はい、続きましょう。で、この二次検定のですね、まあ、概要ということで、じゃあどういうのが出るんですかということですね。で、ここのところではですね、この1番ね、統一というのは今年変わりますよと、今まではこういうふうに品質、工程、安全というふうにこういうふうに出てたんだけど、この出方が変わりますよということですね。では6、見直しがありますよと。だから見直しについては、その対策編を、これを学習していただいて、だから今まで通り学習していただいて、その上に対策を読むと。これ対策だけ読んでもちょっと理解しにくいところがあるんで、これを踏まえた上で、この学習を踏まえた上で対策品や基本的なところだから学習してくださいね。要するに工程、品質、安全なんかを書き方を理解した上で新しいものである。そしたらほとんどない書き方としては変わらないんですよね。ということで、やり方そのものは変わらないんだけども、出し方が違った試験のね。ということで、この書き方はね、ほとんど変わらないんですね、というような考え方。それからあと問題のですね、2番から5番までね、それから6番から9番までこうなってるんですね。で、この中からですね、2問選択をして、回答してください。この4番ありますね。だから2番から5番まで2問選択して回答する。それから6番から9番まで4問ありますけども、これも2問選択する。まあ、こういうふうになってるんですね。で、パターン見ていただくとですね、見てください。5区選択というのと
ごく選択、ほら、これね、期日、期日と、これでしょ。で、ごく選択、ごく選択、期日、期日。ということで、半分ずつでやるってわけで、基本的にはね。ごくをですね、空欄に埋める。これ、空欄を埋めて、用語は下に欄に書いてあって、そのどれを選びますかという、空欄を選択していく問題と、それから、あとは、記述していく問題と、2つ分かれているよということでね、まあ、こんなことになっています。で、合計これ100点と、こうなっている。だから、まあ、予想点としては、1番が大体40点ぐらいじゃないかと。で、今年だから対策重要ですよと、こういうことですね。だから、各問題がだから1個10点ずつ、2つですから、ここが、10点ずつ取っていきますね。そしたら、まあ、予想配点は今度はこれも確定してるわけじゃないので、こういうような配点だろうということで、問題はだからこういうね、出方のところをしっかり整理していくということになります。じゃあ次行きましょう。そうしますとですね、まあ、初学者向けのということで、まあ、これから始める人のためにということでね、大事なのは第1日目ね、これは YouTube を見てですね、 YouTube を見て一括予約さ、今年何が出るんだろうということ、ここをまあ熟読してくださいと、こうやるね、ということで、これここの熟読してくださいっていうのは、これは動画が上がりますから、ここね、だからここのところ動画を見て、今年どういうところが勉強するんだろうということで、どうやって勉強するんだということはここでやりますからね。ここでしっかり動画を見て一括、ここが非常に重要なポイント、もう他社にない特徴ね、ここをやっておけばかなりいい点取れるよというところはちゃんと用語で説明してありますから、ね、その部分を重点的にまあ学習していただくと、こういうことになりますね。それからあとは順番ね、この科目の中身の要するにコンクリート工と土工だな、まあ、これを学習しますよと、ね、それから次は品質安全性交換なんですけども、まあ、この分野を勉強しますよということで、ね、合計土工分野としては土工とコンクリート工と品質管理と安全管理施工管理と、このね、この形で5つの分野から資源が出てくるね。うちのテキストはその分野別に書いてあるからね、学習しやすいんですね、ということになります。それからあとはここ C 号はですね、経験記述書き方なので、まずこの通りに学習していただいて、そして後でプラス対策ね、対策も見ていただくと、まあ、こういう形になるね。だから、まず一番ポイントはだから、ここで学習のやり方を学んで、そしてまあ土工とコンクリート工を学習して、それから品質安全施工管理を各ね、各部門学習して、そして、これもこの通りに経験記述を書いていただいてね、いずれか練習していただいて、この練習が対策につながってきますよと、ね、練習がその先へちょっと行けばこう変わりますよということはこう言うだけで、学習する内容はここと変わりませんね、まあ、こんな感じで合計5日間で総まとめしましょうと、こういうことですね。じゃあ一括予約、いやこういったね、一括予約、ここで完全合格のための学習法ということで、2番から9番とこうですね、要点が書かれていますので、しっかりと学習しましょうということね。だから、まあ、まずここでは YouTube をまず見て、どういう対策を立てるかというのを要はこう説明しますから、ここの動画でね、ここの動画でどうやってこのテキストを学べばいいかとやりますからね、まあ、そのことによって、まあ、スマートフォンなんか持ってると、ちょくちょくこう休憩時間だか電車なんかちょこちょこ見ればですね、これを見ていけば、まとめになりますよと、まあ、こういう話がここにありますね。これ一括予約です、はい、それからあとはですね、動画は何上がってるかという説明だな。今ガイダンスここやってるんだな、ここで。ここでは令和6の対策変わりますよってことをこうやってちょっと強調してるわけね。ちょっとここも見てくださいよと、こういうわけです。で、完全合格のための学習。これはだから、まず一番じゃ出るところの要点が全部ここに書いてあるよと。ね、覚える内容はここに書いてるよ。理解する内容はここに書いてるよと。で、これをだから一括予約で全部説明しますから。で、そこで、その勉強するところを皆さんが学習するということだな。施工経験記述、これはまあ一応テキストの通り勉強していただいて、そしてここに対策編も合わせてプラスしていかなきゃいけない。今年はね、難しくなります、変わりましたから。だからまずここをやってどう変わったかというのは、まずこっちやらないと、ここで変わったところだけ勉強しても大元がわからないとダメだからね。だからここのところ、まあ、一応読んでいただいて、動画、まあ動画見ていただくだけでもいいかもしれません。で、見ていただいて、でこっちを勉強すると。まあこういうやり方、やり方いろいろありますからね。でも一応ざっと読んでいただいて、
それから出ないと、ここをいきなりやっても対策だけやってもね、何それっていうことになるわけだから、まずここをしっかりやるということも大事ですよと、こういったこれやってプラスこれやるんですよ、こうしてくださいね。それからあとはね、あの各分野別ですね、土工とかコンクリート工とか品質管理安全が施工管理でしょ。これはだから合計で、問いの2番から9問出てね、まあ、こういうこう出てくると、こういうわけですね。そして、まあ、最後にあの虎の巻ということで、今年ひょっとしたらこういうところ出るかもしれないので、ここを押さえとこうよねというところを、まあ、一応あのやっていくと、まあ、こんな形で、ね、あの試験が出てくると、こういうことになるわけです。で最後にですね、この6年度のさ見直しの一部見直しについて、これ国がですねこういうふうに決めたわけですね。全国研修センターで土木試験が発表あったんですね。二次検定ってどう変わるかというと、受験者の経験に基づく回答をもとに関して、自身の経験に基づかない回答を防ぐ観点からということ、要するに同じ回答がいっぱい出てきちゃったんですよ。経験したことないようなものが出てきちゃったわけだから、そういうのに出てくる、これを防ぐために1級と2級の二次検定についてはどう変えるかというと、幅広い視点からあなたの経験を確認しますよと、こう出てるわけだから、今までのこう学習の仕方は一緒なんだけども、回答するときに少しあの幅が広がりますよと、経験がね、まあ、こういうところは変わりましたよということで、まあ、試案を作ってありますので、それに一応過去問も勉強した上でプラスこれを学習する、だから過去問プラスこれにプラスして、ここを見直しのうちのテキスト、あの動画を見てくださいと、こういうことですね。ということで、以上でですね、ガイダンスを終わることにいたしましょう。